では続いて、D ラボの会員です。いつも素敵な話ありがとうございます。35歳薬剤師、3人の子育て中で休職中です。他のジャンルの業種に転職したいんですが、興味あるものが多すぎて、どういう風に絞っていいのか悩んでいます。また、薬剤師として働きながら探すか、休職のまま探すか悩んでおります。アドバイスお願いします。ということですね。はい。他のジャンルの業種に転職したいってことなんですが、おすすめは、特に国家資格みたいな、スペシャリストの人っていうのは、他の業種に転職する場合でも、その業種で自分の、まあその技術とか知識、もっと言ったら資格が役に立つ業界に行った方がいいと思います。例えば薬剤師だったら、薬剤師って業界って、まあ要するに、薬剤師って化学物質とか扱えるんですよ。その、特別な許可とかがないと扱えない物質とかが扱えるんですよ。うちの弟なんかも薬剤師なんでわかるんですけど、で、そうするとどうなるかっていうと、じゃあその特別な物質が扱える人が必要な業界に転職すればいいんですよ。例えば、知識だけだったら、じゃあ、お金、お薬を選ぶためのアプリとか、お薬系の本とか出版してる出版社とか行ったら重宝するかもしれないけど、資格がないとできないもんじゃないですか。だから弱いんですよ。資格が最強で、国家資格が最強で、知識が使えるってのが2番手って感じです。だから本当はベストは、国家資格がそのままダイレクトに使える違う業界が良くて、例えば薬剤師の場合、調べると大体ね、どの仕事でも出てくるんですけど、薬剤師だったら香料メーカーとかですね、香りを作る仕事をしてるメーカーなんかは、香料メーカーさんって、やっぱり薬剤師の資格があったりとかしないと扱えない化学物質があるわけなんですよ。で、そういうのを使って香りを作ったりできるんで、そうすると薬剤師の資格がないと香料メーカーでできないことがあるから、香料メーカー薬剤師欲しいわけですよ。っていう風なちょっとだけずらして考えるんですよね。で、自分の資格とか能力っていうのを他の業界で使えないか。で、知識や技術だけでもいいんだけども、もっと強いのは資格がないとできないことを他に求めてる業界ってないかなって考えて、それが見つかるといい転職先になります。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。